体内にあるその受け継いだ気を感じ取り、その気を使いこなせるかどうかが重要なんだよ。なんだかとんでもない話を聞いてしまった気がする。だけど俺は自分の体の中に先天の気とか感じたことないし、何のことかさっぱり。そう、均衡術が君の先天の気だと思うよ。確か家伝の術だと言っていたね。でもあれはじいちゃんから教わった術で、生まれつき持ってたものとかそういうものじゃないと思うけど。だからま、歩きながら話そう。あ、偉人には先天的偉人と後天的偉人の二つのタイプがある。僕は先天的偉人だ。物心ついた時には今見せたようなことはできていたよ。君の話からするとおそらく君は後天的偉人だろう。君が祖父から教わった均衡術が君の持っていた気を引き出したのだろう。まあ必ずしも先天的偉人の方が優れているわけではない。優れた偉人は実は後天的なものの方が多いんだ。俺を拉致した前世という奴らも偉人なんだろう。あいつら一体何をしようとしてるんだ。あんたたちとは対立してるみたいだったけど。俺たちも未だに奴ら前世の目的はわからないんだ。スラン君は全身教と小一教を知っているかい？確か道教の。まさか道教の寺院で昇降ばっかりしてる同志たちがみんな偉人ってこと？いや、もちろん全ての同志というわけではない。数は少ないよ。全身教と小一教の同志にしても、大乗仏教、チベット仏教の僧侶にしても、いずれも古代より連綿と続いてきた偉人の流派だ。なんだそれ、俺の持っていた世界観が完全に覆されたよ。多くの流派は門下の偉人を規制する厳しい戒律を持っている。偉人の力は使い方次第で善にも悪にもなるからね。だが前世の奴らは違う。奴らの信じている思想はただ一つ、前世保身だ。要するにやりたいことだけやって縛られたくないっていう、どうしようもないクズどもだよ。ここはスラン君、奴らが君を狙う理由を知りたくないかい？その答えは本人に直接聞いてみようじゃないか。ケンケン？竜ケンケン、小生竜一族の唯一の跡継ぎ。あら、よく知ってるのね。全て調査済みってわけ？数ヶ月前から行方不明で探してほしいと君のご家族から連絡が来てね。うちの会社で君の行方を探してたんだ。まさか君が前世の仲間になろうとしてたとは思わなかったよ。まったくバカなことを。奴らのことを何も理解してないのに仲間になろうとするなんて、分かってるのか、自分のしたことがどれほど無茶なことなのか。何をそんなに怒ってるの。私が前世のことを知っていようがいまいが、あんたたちに関係ないでしょ。確かに前世のことをよく知らなかったのも事実だけど、それよりあんたたち速達のことはよく知ってるわよ。宅配会社は表向きで、その実態は偉人たちの荒探しばかりして、あんたたちの理屈でみんなを締め付けてる。全国に勢力を広げて偉そうにのさばってるあんたたちの会社を見るとヘドが出るわ。うちの親父でさえあんたたちの前でははいとしか言えない。あんたたち政府に保護されてるの？そもそも速達を作ったのは政府なの？今の話本当なのか？まあそれほど間違ってはいない。俺たちは偉人が何か事件を起こした時に対処する関係機関というべき存在だ。マジでそんな立場だったの？竜ケンケン、ここは取引と行こう。今回の前世の狙いを教えてくれたら君のことを多めに見てあげよう。どうだ？ふーん、多めに見るね。やだ、教えない。教えなくてもあんたたち何もできないでしょ。私をとっとと司法機関にでも引き渡せば、どうせ器物損壊罪ぐらいにしか問われないんじゃない？それすら証拠が出るか怪しいもんよ。君は前世に加入したばかりなんだろう。なぜ前世をかばうんだ。君は偉人界でも名高い
小生ガンシー術竜一族の唯一の後継者だろう。一族の名誉を傷つけるような真似をしていいのか？伝統ある小生ガンシー術の竜一族なんて全部まやかしよ。それじゃあ話してあげるよ。私は竜一族のガンシー術なんてこの世からとっとと消え去っちゃっても構わないと思ってるわ。だけどうちの一族の奴らは私に無理やり受け継がせたのよ。子供だった私にそれを拒む術なんてなかった。私はね、15歳になるまでずっと家に閉じ込められてたのよ。唯一の友達は死体だった。いろんな死体に術をかけさせられたわ。一族の人間以外に生きた人間と会ったことなんてなかったのよ。毎日毎日腐っていく死体を相手にいやいや術の修行をさせられた。嫌だって言ったら殴られたわ。逃げ出すこともできなかった。人間の友達なんていないから。死体相手に打ち明け話したりね。でもその死体も悪臭を放ち出してボロボロと崩れ落ちていくのよ。術を完璧に操れるようにならなきゃ悪い気が人に移るから外に出ちゃダメなんだって言われた。そういうことならって私は必死になって頑張ったわ。術を操れるようになったら外に出られるって信じて。そして15歳になった時全ての術を使いこなせるようになった。やっと自由になれるって本当に嬉しかったわ。そしたら今度は一般人のようにおとなしく生きていきなさいって言われたのよ。術を使って死体を操るなんてこと許せないって。誰か教えてよ。私の15年は一体何だったのよ。私の人生には意味がないっていうの。私はあいつらに詰め寄ったわ。そしたらあいつらなんて言ったと思う？全てお前のためだってね。はあ？はあ？私のため？ああしなさい、こうしなさいって。それじゃあ私は操られる死体と同じじゃない。教えてよ、偉人が能力を使って何が悪いの。私が前世に入った理由は一つだけ、自由よ。ただ自由を感じたいからよ。先生がどんな組織だろうがどうでもいいの。やれやれ、まったく見てらんねえな。ジョーさん、お前相変わらずだな。たかが小娘一人手に負えないなんてな。ジョーヨン、なぜお前がここに。なぜって、お前には無理だろうと思ってわざわざ来てやったんじゃねえか。お、ほうほうちゃん、元気してるか。別に。ジョーヨン、やめろ。どけ。おい小娘、知ったることを話してもらおうか。ふん、私は無駄話は嫌いなのよ。俺も無駄話は嫌いでね。バカ野郎が。ジョーヨン、やめろ。くんじゃねえ、ジョーさん。今俺が仕切ったんだよ。おい小娘、お前の言う通り俺たちは司法機関じゃねえんだ。だから法律を守る必要なんてねえんだよ。ただそういう伝統やルールってのは人を縛ると同時に人を守ってんだよ。おい小娘、お前自由が欲しいって言ってたな。俺が今すぐお前を自由にしてやろうか。その前に自由に振る舞った代償を払ってもらうぜ。お前自由が欲しいから前世に加入したって言ってたよな。だがな、お前は奴らの言う自由ってことの本当の意味を分かってねえ。奴らは好き勝手やってるだけさ。奴らがルールを守らないなら他の流派も奴らをルールに従って扱わなくてもいいってことさ。前世の奴らに対しては俺たちもやりたい放題できるんだよ。誰からも文句は出ねえ。今日お前を廃人にしても何の責任も取らなくていいってわけだ。来ないで。嫌だね。俺も自由にやらせてもらうぜ。小僧、何の真似だ。これ以上彼女に手を出すなら俺が相手になるぜ。いい度胸だな。
小僧、自分が何をしてんのか分かってんだろうな。ジョサンさん、今回の件、盗まれたのは俺のじいちゃんの遺体で、拉致されたのも俺だ。被害を受けたのは俺だけだろ。これ以上はもういい。彼女のことを多めに見てやってくれよ。そうだな。前世を抜けてこの先うちの邪魔をしないと言うなら考えてあげなくもないが。おい待て、何勝手なこと言ってる。お前に決定権なんてないんだよ。ここの責任者は俺だ。決定権がないわけないだろ。待て待て、被害者は俺だ。いわば原告だ。今すぐ訴えを取り消す。それでいいだろ。てめえくだらねえこと言いやがって。ここは裁判所でも警察でもね、話にならねえ。お前は何なんだよ。突然来て何の関係があるってんだ。はあ、俺が関係ねえわけねえだろ、このクソランプ野郎が。こいつが口を割るまで徹底的にやるからな。ふざけんな。ケンケンをてめえの好きにはさせねえ。俺が絶対に守る。榊、俺の目の届く範囲に入ってくんじゃねえ。じゃあ出てけよ。誰も止めたりしねえからよ。なんだとてめえ、ぶっ殺されてるのか。なんだよ、やるってネタやってやるよ。かかってこいよ。おめえなんか怖くねえんだよ。てめえ後悔すんじゃねえぞ。遺産よ。ああ、超シャクリンの遺産を探してたの。おう、やつらから聞いた話だけど、昔十数人の前世の猛者が一人の偉人と戦って、そのほとんどは倒されてしまったらしいの。だけどその偉人はたった一人で十数人と戦ってかすり傷程度だったらしいわ。その後前世はその偉人の行方をずっと探し続けてたの。別に復讐をしようってわけじゃなく、ただその力に興味があるだけなんだと思う。モサのうちの一人が息絶える前に仲間にその力の名を伝えた。それが鬼体源流。十数人の前世のモサをたった一人で全滅させたのはあんたのおじいさん、超シャクリンよ。話は分かったが、この竜ケンケンをどうしたものか難しい問題だな。どうするジョヨン、上の判断を仰ぐか。俺に聞くなよ。あいつらの狙いを聞き出した時点で俺の任務は完了だ。俺が今興味があんのはこいつだよ。何なんだよお前。いやー、まさか鬼体源流の後継者様がこんな弱っちそうな奴だったとはな。さっきから話に出てくる鬼体源流って何なんだよ。じいちゃんが教えてくれた術はさっきのだけだぞ。さっきのってあの金ピカのやつか。あの術どっかで見たことあるような気がするが、あれは絶対鬼体源流じゃない。お前本当にあれしか教わってねえのか。ああ、じいちゃんはこれしか教えてくれなかったんだ。銀行が違うって言うなら、その鬼体源流とかいうのが何なのかさっぱりわかんねえよ。前世の奴らはきっと人違いしてんだよ。俺とじいちゃんは鬼体源流とやらには全く関係ないって。あんたが言うことが本当だとしても、あいつらはそうは思ってくれないよ。あんたが鬼体源流の後継者とやらに思われてる限り、あんたのこと諦めたりしない。そう言われても。女だ、女の匂いがする。面白いね、女だ。あの人ってあの時の。そうだ、君を助けたやつだ。猿って言うんだ。あの人あんたたちの仲間じゃないの。なんで縛られて牢屋に閉じ込められてんの。それになんであんな風になっちゃってんの。それは猿が君の代わりに夏香の一撃を受けたからだ。前世四妖人と呼ばれている最も危険な連中だ。骨削り刀の夏香はその一人で人の色欲を操ることができる偉人だ。夏香は殺人は好まないが、彼女にやられた者は色欲に溺れて最後は廃人となってしまうんだ。ほうほう、なぜあの女と戦わせなかったか分かってくれたかな。幸い猿が受けた一撃は大したことはないみたいだ。夏香も本気ではなかったんだろう。まあ数日この中に閉じ込めておけば多分元に戻るだろう。王鵬ちゃんどうだ。初めて男に惚れられた気分は女として少しは嬉しいだろう。いや別に。でしっかし本当に女らしさがないな。お前はちった女を磨いた方がいいぞ。俺が保証してやるよ。お前がその気になったら夏香よりいい女になれるぜ絶対な。ジョーさん、おい、方法に変なこと吹き込むんじゃない。ジョーさんね、ジョーさん、うるさいぞ。サル止まれ。スランク、ここでは落ち着いて話もできない。俺のオフィスに行こう。スランク、
うちの会社の目的は偉人を支配したり罰したりすることじゃないんだ。偉人にはトラブルも多い。我々は困っている偉人を助け、また同時に社会の安定を脅かそうとする偉人の行動に歯止めをかけ、偉人社会のバランスを保っている。よく考えてみてくれ。こんな有意義で必要とされている仕事はこの世の中に他にはないだろう。ソラン君、この速達株式会社に来てくれないか。やだね。どうして？そんなにすぐ返事しなくてもいいんだよ。全く興味がない。この世の中のために役に立とうとか、そういう大きな夢はないのかい？ないね。俺の夢はできれば何もしないで大金を手に入れて悠々自適な人生を送ることだ。まったく今の若者ときたら。あとあんたの言うことは確かに立派だと思うけど、どうせ命がけの仕事なんだろ。それはさすがに無理。君には何も隠すつもりはない。確かにうちの仕事は危険なこともある。だがそれに見合う給料は保証するよ。いくら給料が高くても死んでしまったら何もかも無駄だ。俺のことをバカにしてるのか。簡単に騙されると思うなよ。いや、騙す気なんてないよ。もう少しよく考えてみてほしいんだ。うわ、もう聞いてらんねえな。おほうちゃん、このバカを説得してやって。わかった。この俺をそこらにいる若者扱いしてもらっては困るな。そんな言葉で俺の心を動かせると思ったら、おっ、でもします。それ以上殴らないで。速達に入りたいです。俺、入社申請書だ。書いたら帰っていいぞ。はい、わかりました。ジョヨンさん、ジョヨンの言う通りだった。言葉より力の方がよく聞くね。ジョヨン、もうお前はとっとと帰れ。ほうほう、こんな風に育て上がって。ソラン君、君もこんな奴の言うこと聞かなくていいぞ。何言ってんだ。文句あるなら上に確かめろよ。ほうほうちゃんとこいつのことは俺が担当することになってんだ。ま、そんな顔すんなよ。ジョーさん、お前は上から別の仕事を任されたんだろ。そういうことで、チョーソラン君、速達株式会社へようこそ。ジョヨンさん、よろしくお願いします。はぁ、俺の人生ってなぜこんなについてないんだろうな。はあ、誰だ。まさかまたあの女か。やっぱりなんもねえじゃねえか。気が合ってんな。ジョヨン、一体何を企んでるんだ。なぜ超ソランにそこまでこだわる。今までは会社の人材募集なんか関心なかっただろ。なぜだ。まさかお前、機体源流を狙ってるのか。ま、それもないとは言えないが、それよりも俺が関心を持ったのはあいつを取り巻く奴らだよ。前世の奴らが超シャクリンの遺体を探していると聞いたとき少し気になってな。あいつらみたいなのが関心を寄せる人物は一体どんなやつなんだろうってね。お前も気にならないか、ジョーさん。あ、来た来た。見てよチョコ、私の子供は優秀でしょ。いい子いい子、よくできました。彼はこの中かな。お疲れ様、先に帰っていいよ。この中に噂の超ソランがいるのか。どんな顔してるんだろう。気をつけろ。まだ終わってないと思ってたよ。本当にしつこいな、お前ら前世は。え、違う違う、私たちは前世の人間じゃないよ。もう怒らないでよ。こうでもしないと会えないと思って。え、前世じゃない。前世が興味を持ってるんだ。そのうち異人界、全てがあいつに興味を持つさ。
そしてあいつを中心に何かが起こる。そんな予感がするんだよ。超ソランのやつは必ず異人界に大きな変化をもたらすぜ。